ソフトウェアテストは、コンピュータのプログラムから使用にない振る舞い、または欠陥を見つけ出す、作業のことである。ソフトウェアテストで見つかったプログラム中の欠陥を、修正する作業をデバッグという。ソフトウェアテストに成功するとは、テストで欠陥が発見されるか、規定した試験項目にすべて合格するか、規定した品質目標に到達することである。目標とした品質には、 規定した試験項目にすて合格るることもある例えば、OS、プログラミング言語では、使用を満たしているかどうかの適合試験を規定している。ソフトウェアテストでは、欠陥が存在することを示すことはできるが、欠陥が存在しないことは証明できない。ソフトウェアに、使用にない振る舞いがないことを保証する作業を証明といい、い 証明用のシステム、証明しやすい言語も多数存在している。本校では動的なソフトウェアテストを中心に扱う。ソフトウェアテストの目的には以下が挙げられる。ソフトウェアテストは変更への信頼を生むことでソフトウェアの品質、提供速度を向上させる目的、効果を持つ。ソフトウェアの変更は既存コードの破壊によるバグを引き起こし得るため、 ソフトウェアエンジニアに対し、コード変更への心理的ハードルとして作用する。このハードルは変更へのためらいを生み、品質向上の機会を減少させてしまう。リグレッションテストはコード変更によるバグを発見して、欠陥の作り込みを防止し、品質に対する信頼を積みます。この効果により、新たな変更が既存コンポーネントを破壊しないという、信頼、安心がエンジニアに生まれる。 結果として良い変更の頻度が上がり、ソフトウェアの品質、提供速度が向上する。ただし、一度書かれたソフトウェアが決して変更されない場合にはこの効果が発揮されない。プログラムを実際に動かしてみて行うテストを動的テストと呼び、プログラムを実際に動かしてみることなく、ソースコードやオブジェクトコードを検証する作業を静的テストと呼ぶ。静的テストには、 ツールを用いた性的コード解析の他に、人手で行うコードレビュー、ウォークスルー、インスペクションなどがある。多くの場合、意識されることはないが、コンパイラ、またはプリコンパイラーは、ソースコードを性的にテストする。機能試験、性能試験の指標と分類に、ISO, IEC 9126の枠組みを利用することがある。機能試験は、 規定した機能を果たすかどうかを試す。関数であれば、規定した引数を与えると、想定した戻り位置を返すブラックボックス試験が、機能試験に相当し、単体試験の一部である。適合試験、単体試験は、機能試験を主とするが、性能試験を含むことがある。性能試験は、ソフトウェアシステムの性能を測り、必要な性能が出ることを確かめる試験である。 入力をどれだけ受け付けるか、どれだけの出力が可能か。通信経路数、通信速度、処理件数など、プログラム単体では、問題が発生しなくても、通信、データベース、入出力、同時に起動する、ソフトウェアなどの交付荷、長時間使用などの条件下では、性能が低下することがある。性能を確認する試験は、 システムの性能に影響を与えないように測定する必要があるため OS やミドルウェアなどでは性能を測定する効率的な計測方法を提供していることもある。性能試験は単体試験から実施する場合と統合試験から実施する場合とがある。過負荷に対する性能試験をストレステストという。ストレステストストレステストは ソフトウェアシステムに対して高い負荷を与え、処理の低下、抜け、データの破壊、発熱など致命的な問題がどういう条件で発生するかを試験する。ストレステストを行うことで高い負荷が加わっている状況でしか発生しない不具合や発生確率の低い欠陥、著しい性能の低下を発見することがある。性能試験の一部として実施し、 対応可能な負荷の仕様を確かめることがある。仕様通りに動いているか、試験仕様に基づいて確認する試験を、検証試験、エンドユーザーの意図通りに動いているかどうかを、確認する試験を妥当性確認試験という、決めた仕様に合致しているかどうかを試す試験。プログラミング言語、OS、通信規約、データベースなどの仕様に合致しているかどうかを試す試験を、 適合試験ということがある。適合試験 OS、プログラミング言語、ネットワーク通信プロトコル、データベースなどソフトウェアを動かすための基本的なプラットフォームが使用に適合しているかどうかを確認する検証試験。OS の国際規格の一つである POSIX では、NIST が適合試験のソースコードを公開している。自動車用 OS の国際規格をセ e クでは、文字スタークがある。 トッパーズ OS では TTSP というテスト環境を提供し、適合テスト等を実施しやすくしている。プラットフォームの適合試験を実施せずに、アプリケーションソフトウェアの試験を実施すると、プラットフォーム仕様の変化に対応できていないことがある。エンドユーザーが意図している動作をするかどうかを試験することを妥当性確認試験という。性能試験、システム試験、 受け入れ試験の一部として実施することがある。全体が完成してからテストをすることをビッグバンテストという。規模の小さなプログラムであれば、この手法でうまくいく場合もある。この手法は大規模なプログラムに対して適当でない。なぜなら、大規模なプログラムを一気にテストをして問題が発生した時に、問題の原因を巨大なプログラム中から探すのが困難だからである。 またソフトウェア中に複数のバグが存在する場合、それらのバグが相互に影響し合い、バグの原因の特定がさらに困難になる場合もある。そのためソフトウェアテストでは最初に単体テストによってモジュール単位のテストを行う。単体テストの問題で十分にモジュール単位のテストが終わったら結合テストまたはシステムテストに進む。また、 小規模なプログラムであっても、単体テストを行わずに結合テストまたはシステムテストへ入るのはテスト全体の効率を下げる。しかし、再利用性が高く、時間についての制約だけが、中心の試験の場合は現場でビッグバンテストを行う場合がある。単体テスト及び結合テストにおける手法の一つ。単体テストが完了したモジュールのうち、 上位モジュールから順に結合させてテストを行う。この手法の利点は、使用的な振る舞いを決定する上位モジュールを早期に検証することによって、機能漏れ、使用の認識違いなどの致命的な不具合を開発の早い段階で発見できることにある。一方で、数の多いタイモジュールの検証が先送りされるため、開発と並行してテストを進めにくいという欠点もある。 単体テスト及び結合テストにおける手法の一つ。トップダウンテストとは逆に、単体テストが完了した回モジュールから順に結合させてテストを行う。この手法の利点は、数が多く独立性の高い回モジュールから順に検証することで、開発とテストを並行して実施できることにある。一方で、システムの根幹となる上位モジュールで不具合が発見された場合、 テストが完了したはずの回モジュールも影響を受けるという欠点も持っている。単体試験を行う場合に他の関数等を呼び出している関数を試験する場合に呼び出しのない関数を試験してから呼び出しをしている試験を行う場合にボトムアップテストになっている。プログラムの内部構造に注目したテストをホワイトボックステスト、プログラムの入力と出力に注目したテストを ブラックボックステストという、ホワイトボックステストは、プログラムの構造に着目したソフトウェアテストのことである。着目する構造には、命令や分岐などがあり、注目した構造に対してどれだけの割合の部分を実行できたかを、モーラ率で表す。int abs, if, x イコール x, return x, 命令モーラー命令モーラー基準を用いて、 テストを行う場合は、すべての命令を実行すればよい。上記のアブス関数では、x イコールマイナス1を用いてテストすれば、命令モーラ基準に従ってテストできたことになる。分岐モーラ判定条件モーラとも、分岐モーラ基準を用いてテストを行う場合は、すべての分岐において、すべての分岐の方向を実行すればよい。上記のアブス関数では、 x イコールマイナス1と x イコール例を用いてそれぞれテストすれば分岐網羅基準に従ってテストできたことになる。分岐網羅は命令網羅の基準を満たす。条件網羅条件網羅基準を用いてテストを行う場合は各々の個別条件についてすべての可能な結果を少なくとも1回は取るように実行すればよい。条件網羅基準は分岐の方向を意識しないため 分岐網羅、命令網羅の基準を満たさないことがある。なお、判定結果に影響を与えない、真理値に関しては省略しても良い。例えば判定条件、X 零 Y 零に対して条件網羅性を満たすようにテストする場合、単純にテストすると、X 零の真偽、Y 零の真偽の両方を考慮して4通りのテストが必要になるが、X 零が真の場合には、 y 例の審議は、判定条件に影響しないことを考慮すれば、以下の3通りのテストをすれば良いことがわかる。x 例かつ、y 例 x イコール0かつ、y 例 x イコール0かつ y イコール0判定条件、条件モーラ判定条件、条件モーラ基準を用いて、テストを行う場合は、各々の,の,の個別条件について、すべての結果を少なくとも一回は取るようにし、 かつ各のの分岐について、すべての分岐の方向を実行すればよい。複合条件モーラ複合条件モーラ基準を用いてテストを行う場合は、それぞれの判定におけるすべての結果のすべての可能な組み合わせを少なくとも一回は取るように実行すればよい。ただし、ある組み合わせは作ることが不可能である場合がある。例えば、条件ととでは可能な組み合わせは3つしかない。 経路モーラ経路モーラ基準を用いてテストを行う場合は全ての経路が少なくとも一回は取るように実行すればよい。反復構造を持つプログラムのすべての経路を特定することは普通は不可能であるからこの場合完全な経路モーラは実行可能な目標とは考えられない。ブラックボックスダイアグラムブラックボックステストは プログラムの入出力だけに注目し仕様通りにプログラムが動作するかをテストする。プログラムの入力が単一の値である場合は、同時分割や限界値分析をプログラムの入力が複数あり相互に影響を与えるような場合は、決定表や原因結果グラフなどを用いて入力を決定する。帯域変数の読み書き、通信、割り込みなどが処理中にある場合には、 それらも入出力の一つとして扱う。同値分割入力、または出力を同じように扱えるグループに値を分けたものを同値クラスと呼び、それぞれの代表的な値を用いてテストを行う。有効な同値クラスを有効同値クラス、無効となる同値クラスを無効同値クラスと呼ぶ。限界値分析入力、または 出力を同じように扱えるグループに値を分け、その境界となる値を用いてテストを行う。プログラムのエラーは分岐の境界で発生する場合が多いため、限界値分析に基づいたテストを行うことで、同値分割に基づいたテストよりも多くの欠陥を発見することができる。同値分割と限界値分析の適用例例えば、次のようなプログラムがあったとする。 通常料金の同値クラスは10時以上20時以下。割増料金の同値クラスは0時以上10時未満と20時を超え23時59分以下。無行動同値クラスは0時未満と23時59分より大きい場合となる。0時10時20時23時59分。無行動同値同値クラス同値クラス同値クラス無行動同値。クラスクラス。有効、同値クラス。 橋を含む。橋を含まない。同値分割では、それぞれの範囲から代表的な値を入力として、選びテストを行う。限界値分析では、入力の範囲を想定される出力ごとに分割し、それぞれの範囲の境界を入力として、選びテストを行う。決定表決定表とは、条件が複数のパラメータから構成されている場合に、条件と動作の関係を、 表形式で表したものである。表の確率が規則を表している。原因結果、グラフ単体試験は関数、メソッドなどの小さな単位で行うテストのことである。単体テストは関数の場合には基本はブラックボックステストである。ブラックボックステストが済んだものの品質を確保するためにホワイトボックステストを行う。ユニットテスティングの略である。 ut と呼ぶことがある。また、開発現場によっては ct や pt と略すこともある。単体試験の道具として、Java ではテスティングフレームワークジュニットが有名である。これは Java 専用である。他の言語にも同様のものがあり、それらを総称して図ユニットと呼んでいる。統合試験は、単体試験が完了したプログラムを組み合わせて行うテストである。 プログラムのどの部分から組み合わせていくかでトップダウンテストとボトムアップテストに分けることができる。インテグレーションテスティングの略である IT と呼ぶことがある。また結合テストと呼ぶ場合もある。統合試験とシステム試験を分ける場合もある。統合試験とシステム試験を分ける場合に模擬試験を統合試験に分類する場合とシステム試験に分類する場合がある。 プログラムを単独ではなく、他のプログラムやハードウェア、通信ネットワーク、データベースなどと組み合わせて実施するテストである。開発環境と実行環境が異なる場合には、実際の実行環境を使って行うこともある。顧客にしか実際の実行環境がない場合には、顧客環境で行う場合がある。実際の環境を利用することが効果であったり時間がかかる場合には、 模擬試験環境を作成して実施することがある。この場合には模擬環境のシステム試験、実環境でのシステム試験と区分する。模擬環境では複数の事象を同時に発生させることが難しかったり、逆に実環境ではありえない事象を発生させることができなかったり、それぞれの短所、長所を見極めて試験を実施する。エンタープライズ系と組み込みソフトウェアで、 本質的な違いがあるわけではなく、OS、言語、ネットワーク、データベース、接続機器数の違いが大きい。受け入れ試験は、研修テスト、承認テストとも呼ぶこともある。受け入れ試験は、システムを受け入れるかどうかを判定する試験である。システムの実際の利用者が行う場合と受け入れ、試験を、システム運用、保守会社が実施する場合がある。システムが、 使用通りの機能や性能を備えているかどうか確認する検証試験だけの場合とシステムが利用者の意図通りに動くかどうかを確認する妥当性試験を含む場合がある。完成前のソフトウェアを開発者以外に利用してもらい欠陥を発見してもらうテストのこと。アルファテストはベータテストよりも完成度の低い段階で行うテストである。アルファテストは内部でベータテストは 外部でという区分をすることがある。オープンソース、オンラインゲームにおいては、ベータテストを広く一般に公開し、宣伝の目的も兼ねて実施する場合がある。ベータテストで配布するソフトウェアは、基本的には製品版と同等の機能を備えるが、不具合が存在する可能性があるため、利用に際して注意すべきことが注意書きなどに記載している。 設計側が予期していない不具合が発生することもあり、注意が気にないことで何を考えなくてはいけないかを想定し、システムのバックアップなどを実施してから導入することを基本とすると良い。単体テストや結合テストを行う際に、テスト対象のプログラムを呼び出すためのプログラムや、テスト対象のプログラムが利用しているプログラムがまだ使えない場合がある。このような場合に、 テスト対象のプログラムを呼び出すためのプログラムをテストドライバテスト対象のプログラムが利用しているプログラムの代替となるプログラムをテストスタブという。INTS コンポジトナンバー、リターン、エスプリムナンバー。上記のプログラムは与えられた値が合成数かどうかを判定するプログラムである。このプログラムをテストするために必要なテストドライバとテストスタブの例を示す。 intmain, intnum, for, if, printf, else, printf.int esprim number, return. このテストスタブは与えられた値が素数かどうかを判定するプログラムとしては明らかに不完全であるが、テストドライバーから実行する範囲においては正しい挙動を示すので、指定した範囲でのテストスタブとしては十分な場合が、 ある。しかし、実行範囲が変わった時に直し忘れる可能性があるため、テストスタブ名に実行範囲を示す文字を入れる場合がある。プログラムを修正、変更した場合に、過去に実施したテストを再度実施することを、回帰試験または対抗テストという。修正前の試験に再度合格するかどうか、他の機能に影響を与えていないかどうか、他の機能が動作するかどうかを確認する。 過去のテスト資産を使い、実施する回数も多いことから、実施を省略することがないようにテスト自動化することにより、効率化を図る。回帰試験にて、テストする範囲を、全テストケースとするか、部分テストケースとするか判断し、また、欠陥を検出する頻度を考慮して高い優先度で、実施するテストケースを選択する方法がある。一方で、 アジャイル開発手法を選択した場合、ソフトウェアの更新頻度も使用変更頻度もともに高くなることが見込まれるため、特に開発期間が短いアジャイル開発手法においては、回帰試験が多くの不必要なオーバーヘッドになる可能性がある。回帰試験をサードパーティーに委託する場合、あるいはソフトウェアの一部がサードパーティーによって開発される場合、 必ずしも修正が及ぼす範囲が判断できるわけではないのでテストする範囲は全テストケースとならざるを得ない。再現試験は初めて起きた現象実験結果を確認する追試と事故不具合を再現し対策を立てるために実施することがある。ソフトウェアが複雑になり機能関数の数が1000以上になってくると性能試験機能試験の結果を 統計的に処理し、どういう試験を実施すると良いかを、統計的に検討することがある。また、テストでは、血管が存在することを示すことはできるが、血管が存在しないことは証明できないため、いつソフトウェアテストを終了すれば良いかを、決定するための基準として統計的手法として、信頼度成長曲線等を利用する場合がある。信頼度成長曲線を利用する場合には、 条件の変化を統計的にうまく扱わないと見落としが発生するか、無駄な作業を続けることがある。アジャイルテストの4証言とは、テストをビジネス面、技術面 X チーム支援、製品の批評の4証言に分類したものである。例えば単体テストは特定モジュールという技術要素に着目しチームの開発を支援する目的で設定されるテストであり、 技術面 X チーム支援の第一証言に分類される。アジャイルテストの4証言という分類により、各テストが持つ役割を明確に認識することが可能になる。1テストの基礎1.1テストとは何か、1.1、1テストに共通する目的テスト技術者。 資格制度ファンデーションレベルシラバスバージョン2 0 1 8 j 0 3イスク部1 1 1ティピカルオブジェクティブズオブテス t ィングイスク i 部フロリダシラバス 2018V3 から1特にコード変更が継続して行われるインクリメンタル開発モデルやイテレーティブ開発モデルではコンポーネントテストのリグレッションテストを自動化して変更が既存のコンポーネントを破壊していないという 信頼を積み重ねていくことが重要である。2.21コンポーネントテスト ISCUBE V2018 In some cases, especially in incremental and iterative development models where code changes are ongoing automated component regression tests play A key role in building confidence that changes have not broken existing components ISCUBE フロリダシュラバス V20182.21 コンポーネントテスティングハットポジックステストスイート2014年8月8日閲覧 TTSP2014 年8月8日閲覧 ABCDEFGHIJGJ メイヤーズソフトウェアテストの技法近代科学者1980年 ABCDEF 情報システム用語辞典カバレッジ基準イテメディア 2016年4月17日閲覧実践アジャイルテストを参照ありがとうございます。